パリ経済学校、パリ経済学院、またはパリスクール・オブ・エコノミクスは、フランス・パリで2006年12月21日に、複数のグランゼコール、及び大学、高等研究機関による協力、連携のもと、設立された経済学専門の大学院的性格の学校である。通称は、PSE。1988年に創設されたパリ。 経済応用理論研究所を出発点として、フランスにおける広範な経済学に関する研究ユニットの統合プロセスにおける最終段階として設立された。トゥールーズ経済学院と並び、フランスにおける経済学の教育、研究の中心地であり、欧州を代表する経済学の教育、研究機関でもある。1988年に、 パリ高等師範学校の政治経済研究所に、リパルチマニロボーラ・トワールディ、アコーノーミー・セオケやアプリケイが設立される。その後、多くの研究ユニットがデルタに参加する。この統合プロセスの最終段階として、2006年に、当時のフランスの首相、ドミニク・ド・ビルパンによって、PSE が開校した。当初の設立メンバーの社会科学高等研究員と、 パリ高等師範学校に加え、国立農学研究所、パリ第一大学、国立土木学校、フランス国立科学研究センターの研究スタッフから結成された。フランス国立科学研究センターの一部であり、カリフォルニア大学バークレー校やニューヨーク大学との交換留学制度がある学校である。近年、学術的に非常に高い評価を受けており、 経済学分野において広く認知されているレペンキの世界大学ランキングによると2020年4月時点で世界第5位に位置づけられている。また世間一般における認知という意味ではトマ・ピケティ教授による代表的な著作21世紀の資本が世界的なベストセラーになったことによるところが大きい。カッコ内学校名は現所属。ありがとうございます。